こんばんは。おーって。つれえわ。とんでもない。いや、とんでもなさすぎるだろう。おい。誰のせいぞ、これ。つけてよかった。いや、ありえんだろう。マジで辛い。どうしてこんなことになったのか。きつい。いや、俺もよく分かってなかったんやけどな。起きて、あ、なんか知り合いから LINE が入ってて、おい、とんでもないことが起きたぞ。ゴルフ場で、いや、アベノマリオ動画とか、いや見てないんだが、それはさすがに取り押さえられとるやつは見たけど、これが日本でこんなこと。怒っていいことではない。 SP 自作の銃とか、お前ダブルバレルらしいぞ。恋してたのに。いや、もうマジでモンスターだろこんなの。ただ演説してただけやぞ。ヤジ飛ばすんなんか可愛いもんじゃろ。ネタにせん方がいい。いや、してないけど俺も。でもこれはもう追悼の儀をでやるしかないだろう。殺意とか言いながら、でも政治的なとかは言ってないわけで。え、どうなるんこれ。死刑、当然死刑。気をつけて。いや、まあ俺は大丈夫やけど。一人じゃ死刑にはならん。え、でも一国の方、前最初やったわけだぞ。元無期懲。へえ、あざす。影響力が強い。誰のせいぞこれ。犯人がどういう、いや、完全に終わってるだろう、お前。無職で、お前。どんな人でも、一人は一人。ああ、なるほど。貴重か。3D プリンタ規制。3D プリンタで作ったん？やば。えぐ。めっちゃ頭のいいやつ。いや、やるなよ、じゃあ。こんばんは。いや、ていうかな、何がおかしいってな、動画撮りおるやつがおるんがマジで恐怖を感じた、俺。あの状況で。俺やったら伏せるけどな、なんなら死んだふりまでするで、あんな怒ったら、近くにおって。平和ボケしすぎてる。この世の中。バズりよって。いや。バーン言ったらお前逃げるやろ、普通。安倍ちゃんおったら取るだろうって。いや、その怒りよる最中にも取りよるやつとかおったけん。なんならおじいチャリで後ろ走りよったし。ああ、どうす。すぐ取り押さえられたから、もうそれで満足か。とっさにはわからんもんな。そりゃ取るだろ。取らんだろ普通。女子高生は後ろで転んでた。それは地震の時スロット打ってるお前らに平和ボケだろって。
や、単中ねバカが。地震起きたら出るわ。いやでも超限ラッシュやったら俺ハンドルひねるな、やばいって。それも平和ボケってこと？みんなフリーズしてたって。爆弾だと思った。そうだ、いつの。いやどうやろう。いやまあまあ似たんだろう普通。帰ってこんのやぞもうお前。安倍ちゃんは銃とは思わん。喪失感たるや。実際何やったん？応援演説しようってだけな、安倍ちゃん的には。いない日常、気が狂いそう。あ、応援、ただの応援。それであの惨劇家、昨日決まった演説ですって。急に決まったらしく車もなし。選挙カーなら、いや分からんぞそんなやつは。もう何しでかすか。平和にありえんというよりも日本で起こったことがありえん、こんな痛ましい事件が。ポテチ開いたらあかねえ。別に安倍ちゃん狙ったわけでもない。いや完全狙ってますやん。えっ、ポン。すろ。今のなんだ、ポテチの袋が爆発した音だ。真ん中から開いた。トランプさんもお前言っとったぞ、助かることを祈ってる。野沢の激ヤバ発言、何言ったん。わけのわからん超理論展開したんけ。自民党に有利に働くとか。え、自民党なん小沢は。えぐ、バカな。あ、違うよって。最悪やな。こういう事件が増える。いやもうあれやで、こっからは警察がもう威信に欠けるやろ。一回こんな不手際を起こしてしまったら、ていうかもう演説したくなくなるわな。犯人41なんよ。何が言いたいんですか。それ何が言いたいんですか。
近いなって。は？またぎたいのかな。暴力にビビって演説できなくなるとか終わり。いやもう暴力じゃないじゃん。孤独と挫折が人を悪夢する。嫌な世の中やで、ほんと。誕生日次第では同い年。まあそうよな、一個下か同級かよな。阿部ちゃん、リモート演説の時代よ。そうなるかもな。もうだって守ってもらえるのじゃ公の場立ちたくないだろう。こんなもんもうもはや。皆さんもリモートやからな。まあ俺は完全に田舎なんで。命あってのものだね。いや本当はもう俺も今日は寝込んどこうかなって思ったんやけど、さすがにそれをしてしまったらねえって感じでこうのそっと来たんだが、安倍のマスク使った、もらったよ。なんだかんだ俺も昔は誰のせいぞってやりよったけど、まさかこんなことになるとはな。まさかこんなバケモンが生まれとるとは思わんかったわ。世の中には やばいの多いなあ。ちょっとこれ令和まずいで、これこのままじゃ氷河地が生んだバケモンよって。アベガーって、もうアベガーやろこれ。アベガーのまあ最高傑作とかまあ言われよったと。くっそやばすぎだろ。世の中終わってるね。令和ほんまいいことない。アベちゃんは影響力強いから政界も揺らぐ。恨みはないって言って、こんなん単独犯でできるようなことなんでも。平成もいろいろあってようやく新しい時代かという時に、牢獄に、いやもう一生出れんやろ。でも無期懲やろ、死刑がないにしたら。まあ一生日の目を浴びることはないやろね。あいつは薄暗い独房で一生雑用、一生冷や飯ということになるだろうな。うん、出てきたらやばい。もう出れんわ。確実に命中させてるし。っていうか
まあその安倍ちゃんやったんでも取り押さえられたけど、下手しい民間人もやろうとしとったってことな、あいつは。じゃあもう差別で行こうとしとったの割には手際がええんよな、なんか。いやでも安倍ちゃんやったけん捕まったわけやん。その後になんかやろうとしとったやないん。2発しか撃ってないから決め打ち。あ、2発しか撃てん銃やったんや。リロードできない。じゃあもう完全に狙っとるやん。無気力で抵抗もしなかった。誰でもいいとか言ってたけど嘘だわ。いや手際良すぎやろ。かなりの腕前。スナイパーか。一発目は外してる。鉄砲玉説。わあ、なんか怪しいわな。この距離を2発で当てるのはプロ。こんな演説見に行く人とか絶対減るやろ。そんな怒るんやったら。こんばんは、バード星人。都内とかもほんと気をつけた方がええで。今回7やったけど。爆弾テロもありえるもん。SP の動きは早い。いやそれでも2発撃たれるんは失態じゃないん、 SP 的には。ていうか普通十字のインペリアルクロスで守るべきなんじゃない？2やったら。何フリーファイトしようんっていうレベルなんじゃないんすか。それだよな。守る体制ではないな。完全に守るんやったらあのレオンのお前インペリアルクロスだろう。2秒で取り押さえたけどなって。へえ。結果論でしょ。まあそうよな。やってる感だけだから。でも SP っつったらまあええー、お前給料もらうだろう。そんな12はまあこの日本で10が来るっていうことを想定できんよな、なかなか。しかも真っ昼間やろ。まあ難しいわな、ここは。しかも、あの、奈良やろ。奈良のやつやったんで、ちなみに、その、そいつは。フラフラって寄ってきてるから。地元よ。来たかガタって感じやったんやろな。じゃあもうそれ
あんな怪しいの、なんかカメラみたいにしとったやろ、そのちょっと改造銃でカモフラージュ的な。マスクつけるのも当たり前だしって。パッと見銃とは思わない形。ストラップつけて下げてた。はあ。犯人の家に爆発物もあったみたい。もう完全にそれ無差別ですやん。長野の講師が不倫スキャンダルで当日に奈良に演説場所変更してる。う、じゃあひいてはその長野のやつが不倫スキャンダルなかったら安倍ちゃんは長野に行っとったってことか。不倫許すマジ、はあ、そう考えたらやりきれんの。キリがないわな。まあそんなやつはでも確かにいつでもやるわな。何回でもチャンスを見つけて。そいつも長野に行ってたかもしれんし。ああ。日本も銃殺を怯える国になってしまった。まあでも銃で。持っとるやつは持っとるからな。ただ摘発されんだけで。海外もビビっとるレベルやけんの、これには。9連バレルの銃も出てた。は？言うても自作銃。でも一人殺傷してんねんで、自作で。ということは普通に、民間人なんか余裕でやれるレベルのもんが作れるってことじゃ。プーティンもビビってた。ウラジミールって。歴代総理大臣が暗殺で7人死んだ。3D プリントの規制入った。いや、しろって。じゃあそんなもんできるんやったら、はあ、ネットの陰謀論。さすがにそこまでは俺も発展せんけどやな。安倍のマリオの動画見て切なくなった。ワードに変えないのか。そうよなって。これ以上やっても悲しくなるだけじゃ。遊戯王って、それはもう完全にすり替えられたな。このジャイアントトレバリーの動画を見たんだ。川で釣れてた。リバー GT っていうな。本当に釣れるんだってちょっと見てみた。鳥とか食いよったであれ水面にお前浮かんどる鳥一口で丸飲みしよったんやけど。え、待って、浪人味な。えぐいわあれ。ジャイアントトレバリーマジやばい。バード星人レベルな。
でかい。いや本当に食いよったけん丸飲みな鳥、魚が鳥を食う衝撃映像って。鳥食うんて見てみ、ジャイアントドリバリー鳥って言ったら多分出るで動画で。人間の腕とかワンチャンなんか人食い GT みたいなのもあったで。トリバード声出た、出たマジで。口バコって開けてそのまんまなんか丸飲みなシュンって入っていったで。鳥が2メートルぐらいある、1メーター60ぐらいになって、体重がでかいやつだったら80キロとかになります。関連ワードで人食いって出る。魚が鳥食うのか、ちょ見てみ今ちょっと検索して、トリバードって本当に食いよるけん。俺よりはさすがに、まあ俺レベルにまで発展する可能性はあるけどな。なんだろう、重さやったら負けます。本当に食っとる。マジ食べてますやん、せやろ。検索したら口パッカー開けて鳥食ってるな。ナショナルジオグラフィックみたいなやつじゃろって。トリバードでは何も出てこん、それは出てこん。これが川で沖縄には登ってくるらしいんだわ。まあそれはちょっとちっちゃいんやけどな。やっぱ本物はあのあっちの方みたいな、海の方におるんが激ヤバみたいだ。顔も怖い。どうやって消化するの、いやわかんねえ。トリバードさんの YouTuber チャンネル出てきた。それは鳥を飼っとる YouTuber かな。犬ドッグ。遊戯王の作者も、いや遊戯王の作者は多分もうあのシュノーケリングの方でも言っとったんじゃないか。別に襲われて死んだっていうわけなんだろうか。その後の展開もあるし分かんないですよね正直。こんばんは、こんばんは。なんで一人でスキューバーしたんだろう。ああいうんってやっぱ何人かで行くもんなんじゃない普通。一人とか危険すぎるでしょ。なんかこう手話みたいなのあるやん、酸素が足りなくなったみたいなんでこうやるね、バディが必要なんやって。あれは仕方ない、俺のボンベ加えなってこう予備のボンベとかあるでしょ。一人でできるほどうまい、信じられんぐらい財があるのに。シュノーケリングだから、ああ普通にシュノーケリングこそ危険なのに海猿の知識があって、俺たちはバディだって昔あったじゃろパチンコで、あのクソだ嫌いよ。まあ見たんやけどな俺海猿、あのあいつが出とったじゃろ、あのキノコのやつが伊藤だったかな、とあのチビノリだな。全員救出するって。こんばんは。電車男エルメスタン、はあ、はあ、見よったわ俺電車男。そういう記憶力はいいよなって。
アニメの新作見たって今日なんとかやろう。電車男見たことない。俺漫画見よったから。ヒロインの女優あれやろ、あれあれもお前ちびのりだやったな。そういやあの京楽のやつと結婚したやつだろ、御曹司と。クソが、そのクソ京楽のせいで俺がどれほど苦しい思いをしたか。伊藤美咲、それだ。京楽そんな歌って AKB48 初代の AKB48 で96回転まで俺ベロ解放させたことあります。一パチで。すごくない？あわや抜けるかと思いました。なんなら3回ぐらいポチってます。俺上皿にたまないなって。初めて兄ちゃん見たのいつやろな。もう忘れたわ。電車男すれに書き込みしてたって。老人ホームかな。まあ確かになって。あの時代に俳優で成功したのは山田孝之だけ。クローズ平成の思い出解消って。バスジャックの頃、ネオ麦茶か、ネオムギクエストのことか。あの辺もあれやけんの、いろいろあったけんの。インターネット老人会って。いや俺はあんまやってないけどな、だいたいインターネットっていうもんを。懐かしいって。牛刀やったかな。後ろから見てた。まあそんなもんよな。俺なんだかんだそん頃はまだ全然でしたし、んちゃんの小手半シャワーをやりよったで。むしろあいつが先駆けみたいな感じだった。お前カメラマンだったらしいなって。 AD でした俺。その辺のデッチ暴行みたいな感じでした。撮影権クリチャボ。はあ、しかしあれやの、いまいち盛り上がらんの今日は。なんでだろう、何か悲しい。初配信何やった。配信というかただなんかデジカメみたいなんで動画撮ってあいつが開けてたんじゃないでしょうか。声全然違うね。それはまあお前何年経ったと思ってるんですか。酒焼けもしますよ。なんで配信やろうと思ったの。なんでやろな。今考えたら何だったんだろう。最初にやったゲームって何だろうって。もう昔すぎて思い出せんわ。ピミューとか、あ、サッシって。麻雀やりよるやつあったな。麻雀やりよんとか。
リップマリオとかあって今はもう今やったらもう炎上よお前もう。昔やりたい放題だった。まああの頃はまだ黎明期ですから何やってもよかったんですよ。おそらく。リップマリオはガチ切れ。いやいや、今はマリオメーカーっていうね、こう公認のがあるから。あの頃は自由すぎたんだ。そう。ロム欠損時代。マリメをやろうって。マリメなあ。なんかコース作ってくれるじゃん俺に。そんなん言うんやったら。俺が発表するようなコースを提供できるんですか？追悼。マリオで追悼するか。阿部ちゃんマリオやりよったし。つれえわ。バランで追悼しよう。なんでどうして。嫌な世の中や本当な。クソゲーオブイヤーらしい。それはもうそんなん分かりきったことじゃないですか。今更だぜ。